2.4 キロです。 2.4 キロあ、うめ。肩こうしてかっこいい。めっちゃマイペースです。手震える、足が震える。おじさん、ちょっと写真撮ってもらっていいっすか。バレーボールディグ V ディグ第7回。 V ディグ MBS 1年目アナウンサーの前田遥です。早速ですが、本日私たちがディグル選手に登場していただきましょう。この方々です。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のゲストはサントリーサンバーズから畑康介選手、そしてパナソニックパンサーズから大竹一成選手が登場。私163センチなんですけど、畑選手、はい、身長はおいくつですか。僕は190センチあります。190センチ、はい、大竹選手身長はおいくつでしょうか。2メーター2センチです。2メーター2センチ。高いとこから見える景色って綺麗ですよね。そうですね、もういろんな人の頭がよく見えてますね。あと空気めっちゃ綺麗。あ、空気めっちゃ綺麗。ここと全然違いますかね。そうですね、やっぱり電車とかなんて人が吸ってないところにずっと立ってるんで空気全然違います。あの女性って上斜め45度から見られると綺麗ってよく言われるんですけど、はい、今日の私どうですか。あ、もうありがとうございます。ちょっと目合ってませんけど実際に私が綺麗かどうかちょっとカメラを持って映していただけますか。はい、GoPro だ。どう映ってますか。ああ、やっぱもうお綺麗ですね。やっぱ後ろの畑選手がすごく輝いて見えてます。二人とも綺麗に映ってます。ありがとうございます。だけどちゃんとしてちょっと視線に合わせちゃうともう前田アナ映ってないですね。消えちゃった。もう畑選手だけです。この二人を迎えて行う今回の企画は、Vリーガーが好きなもの食べながらトークしてみた。今回は YouTube で人気の企画を V リーガーのお二人に挑戦していただきたいと思います。事前にアンケートを取りまして、これなら永遠に食べられるものを聞きました。まず畑選手がお寿司。どのくらい好きですか。これくらい好きです。これくらい好き。その一方で、寿司の後に言うのもあれですけど、枝豆です。一番好きではないですけど永遠に食べられるかって冷静に自分で考えたら枝豆がパッて頭の中に浮かびましたね。なるほど。ちょっと待っていただけますか。はい、では行ってきます。何、どんなん来るんだろうね。寿司と枝豆。うわうわ、いいな。全部うまそう。うわ、いいな。畑選手、え、まだお寿司60貫出しました。おお、すげえ量がすげえ。サーモン、アジ、ハマチと書いてくださったので、それだけ用意しました。最高です、ありがとうございます。大竹選手、ちょっと待っててください。はい、やだな、マジで居酒屋みたいな、こんなポンみたいな感じの。大竹選手、枝豆 2.4 キロです。 2.4 キロ。やっ、ちょっとイメージしてたのと全然違うんで、うテンション上がりますね。テンション上がりますね、はい、よかったです。 V ディグ、それではお手手合わせていただきます。いただきます。じゃあ食べよう。畑さんの前に4種類くらいちょっとお醤油並んでますけど、はい、どちらがちょっと気になります。こちらです。これ見せてもらってYouTuber っぽく。これは九州の濃い口醤油なんですけど、甘みがすごいあるんですよ。魚の旨味とこの醤油の甘みがこうミックスされてすごい美味しいんですよ。僕の父さんが魚屋さん出身で、はい、長崎県の対馬ってところなんですけど、はい、まあ、そこで使ってる醤油がもともとこの甘口醤油だったので、これで育ってきたというか。じゃあいただきます。あ、うめ。そうですね、この塩は、この商品多分スーパーでよく見かける お塩だと思います。いやだけどこの枝豆も綺麗な緑でも多分食べたらもう何か、あ、美味しいです。やっぱいつも食べてる永遠に食べられる味ですね。すごくポジティブですね。はい。ただ食べるだけで終わらないのがこの番組。今回はこちら、
いろいろなキーワードが入ったボックスを用意させていただきました。今回はこのボックスから引いたキーワードに合わせてトークしてもらいます。〇〇といえばみたいな連想ゲームをイメージしていただけるといいですね。最初のキーワードはこちらです。畑康介。これ畑康介さんを一言で表すとしたら。かっこいい。お、ニヤニヤしてますね。ファンの心をつかみ取るこのもうルックス完璧じゃない。じゃあ自分自身でどう思いますか。自分のこと。あ、僕ですか。はい、え、めっちゃマイペースです。あ、マイペース、はい、大竹選手そう思いますか。はい、すごい思います。選抜とかの合宿で一緒の部屋になったことありますけど、うん、まあ本当にすごいマイペースな感じは感じてましたね。小学生の時からお互い知っていて、中高大学と、まあ現在もですけど、ずっと敵同士で戦ってずっとライバルみたいな感じでやってきました。中学校からもそのずっと強い中学校で本当に大エースっていう、もう彼を止められるかどうかっていうのは常に試合が左右されてましたけど、だけどまあ勝つことはできなかったですね。ちょっとにやけました。それでは次の話題いきたいと思います。お、パナソニックパンサーズ。おーよっ。畑選手、パナソニックパンサーズどういうチームですか。まあ、僕らが学生の時からこの V リーグの頂点のレベルで戦っているチームだと思ってるので、どの選手が見てもパナソニックは強いチームっていうイメージが多分あると思うんで、ちょっと嫌だなって思うことあります。試合中のプレッシャーが半端ない。あっちこうネットの向こうからな。僕筑波大学出身なんですけど、まあそこの先輩である児玉選手だったり長野選手であったり、まあ、そういった選手たちからピリ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 みたいな雰囲気がすごいんですか。雰囲気で。そういう雰囲気作りも試合では大事なんですね。そうですね、相手をぶっ倒すっていう気持ちで毎回試合はしてるんで、はい、パナソニックパンサーズ自分でどう思いますか。個性まみれの、うん、強いいいチームだと思います。この選手注目っていう選手いますか。前回前々回と出た山内さんと清水さん、うん、バレー界といえばまず清水さんっていう名前が立って上がると思います、はい、であとは山内さんは今年キャプテンですし、はい、あとは今年の夏に行われたオリンピックにも出場しているんで、まあまずうちのチームの顔といったらその2人じゃないかなと思います。僕が注目してるのはやっぱり大竹選手かな。おどうですか大竹選手。嬉しいですね、こんな言われるなんて。にやけてます。思い切りがいいところっていうか、はい、やっぱり勝負どころではもちろん勝負全部思いっきり打ってきますし、うん、まあ、点取り屋としてどんな状況でもフルパワーフルスイングでボールをぶったたいてくるので、そういったところは彼のいいところでもあり、うん、時にはそれが弱点になることも多分あると思うんですけど、あ、そうなんですか、はい、まあ、パワーだけではその決められないっていうのは V リーグレベル高いのであると思うので、うん、まあ、そういったところはね、うん、まさにその通りですね。私の進行いかがでしょうか。僕声がめっちゃ聞きやすくていいなと。お、ありがとうございます。もうドキドキなんですけど。それでは次の話題行ってきます。次の話題行きます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。お、釣りです。釣り来ました。畑選手今すごくいいリアクションされましたが、僕の人生に欠かせないものです。趣味が釣りということですか。はい、え、どういったもの釣るんですか。僕メインでバス釣りをよくするんですけど。バス、はい、バスってどういう魚なんですか。バスっていうのはブラックバスって言って、はい、好奇心旺盛でかつ頭がめちゃめちゃいいんですよ。だから難しいと思います。なんかよくあの動物の森とかでよく一番釣るのがブラックバスです。あ、はいはいはい、あ、そうですね。ちょっとなんかもうニヤニヤしちゃってるので、まず釣りについて魅力をちょっとお好きなだけ喋ってください。やっぱり釣りって言ったら皆さん竿の先に浮きがついてて、はい、その先に餌があって投げてで浮きがこう沈んでからポンってやって釣るみたいなありますよね、動物の森と一緒で、はいはい、でもブラックバスってやっぱ頭がいいんで、はい、その状況状況に合わせたルアーを選んだりピンポイントに
ルアーをこう投げ込んでルアーをアクションさせて食べさせて釣るっていうやり方なんですよ。待たないっす、攻める釣りです、ブラックバスは。ほう、その釣りを始めたきっかけっていうのは、はい、もともと僕は釣り好きだったんですけど、やっぱり関西に来たら琵琶湖っていう大きい湖ありますよね、はい、うんうん、まあ、そこでブラックバスの世界記録が生まれてるんですよ。世界記録、はい、73.5cm の10kg、 10kg、 10kg です。だからこの枝豆5個分っす。あ、分かりやすい。じゃあちなみに畑さん、一番大きい魚でどのくらいの大きさの魚釣りました？57cm の3kg、うん、3kg、 3kg が釣れましたね。釣り上げた時はどういう感じだったんですか？もうびっくりと嬉しさと意味わかんない感情が入り混じって、手がブル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 触れて嬉しすぎて、でそこの近くで見てたおじさんにちょっと写真撮ってくださいってこうやって魚持ってこう撮ってもらって、あれだすみたいな。やっぱりなんか魚釣る人ってこう魚と一緒に写真撮るじゃないですか、はい、あれ楽しいんですか？嬉しいっす、やっぱ記録として残したいんで。へー、じゃあその時の状況ちょっとその時の大きさでやってみてもらえませんか？はい、いいっすか？はい、お願いします。あー釣れなかった。そっからそろそろ帰るか。ちょっとここ投げてみよう。なに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 、うわ来た、やばい、来た来た来た、やばい、これでけえ。めっちゃでかい、めっちゃでかい。よっしゃ取れた、手震える、足ガクガク、やばおじさんちょっと写真撮ってもらっていいっすか？えっおー上手。すげえ。でもマジで喋ってます、これぐらい。そんな喋るんですか？いや本当にいるんすよ、こう隣でやってる人とかもよっしゃ来たとか言ってこう言う人も多くて変人っす。どっぷり釣りの魅力にハマっている畑選手、ブラックバスを釣り上げるための道具にもこだわりがあるようで、話はここからさらにヒートアップ。まずこれですかね、これデプスさんから出てるカバースキャットっていうルアーなんですけど、本当に今釣り人のみんなが釣り具屋で探して探して買えたらやったみたいな、それを僕は血まなこになりながら探して手に入れたやつです。動かし方が、僕が思うにこれ多分ザリガニみたいじゃないですか、うん、多分ここに針をこうつけるわけですよ、はい、地面でこう動いてるところをパクって食べて、うん、でそうです。すごい唖然としてる。そこでマニアすぎるやつだ。それを釣るための道具っていうのがこちらなんですけど、はい、よく釣り竿の先にこうくるくる回すのついてるじゃないですか、うん、こういうベイトリールっていうんですけど、僕がやってるアクティブなフィッシング、バスフィッシングとかそういう動かす釣りとかは動かしやすさが大事なので、糸がスムーズに出ていくんですよ、うん、こういう形のリールって、このルアーをピンポイントで投げれるようになって、でバスが釣りやすくなるっていう、そういうところですかね。あれ楽しいの俺だけ？まあ、これめっちゃでかくないですか？でかいです。これ糸の先につけて動かして釣るんですよ。へー、まあこれに食ってくるって言ったらもう世界記録レベルなんですよ。でそれが琵琶湖にはいるんですよ。はい、ロマンなんですよ。ただね、これ投げれる強度の差僕まだ持ってないです、どういうこと？気持ちだけが先走ってこれを買ってしまったんですよ。ロマンだけが多分手元に残してるだけ、はい、だからまだまだこいつの登場は先になりそうです。夢ってあります？夢はアマゾン川で意味わかんないぐらいでっかい怪魚を釣ってみたいです。バレーボール選手ですよね？そうでしたっけ？あれ？いやいやいや、まあ、もちろんバレーあってありきの釣りですから。危なかったですね、今勘違いしてました。次回の V リグは、うわいろいろ思い出残せるんですよ。楽しいじゃんってシンプルに思っちゃったのが沼にはまった一つの原因ですし、それを掴むようにしてっていうのでこういうシチュエーションになりました。くるみ、さくら、さき、かれん、まい、いくで、たこ焼きレインボー。チャンネル登録と SNS のフォローもよろしく。せーの、 V ディグ。